おやすみ。寒い。今は、りょうちゃんを待ってます。今日はめちゃくちゃ寒い日です。ちょっと人が多いのであまりでかい声ではできないんですけど、とりあえず待ちます。おかえりなさい。撮ってます。ただいま、中野に着きました。で、今からご飯買ってお家に帰ろうと思います。ね、ご飯の材料、ね、何しようかな、まだ全然決めてない。適当に。はい、今スーパー出て買い物終わりました。で、今家に帰ってます。ちょっとね、あんまり住宅地でもあるので静かにしてます。だいたい帰りながら一本飲みながら帰ってます。疲れた。まあ忙しかったですけど。忙しかった。うん、3連休初日だったしね。あー、そっか。うん、お家着きました。着きました。おかえり。ただいま。おかえり。よいしょ。ちょっと落ち狭いからね、あんまりね、ちょっと恥ずかしいんですけど。う、あ、傘踏んでるよ。はい、まあこんな感じの本当に狭い場所なので。飛んどいてよ。よいしょ。まあ、とりあえずうん、ご飯作る前にうん、浴びますか。はい、じゃあ浴びましょう。さ、僕はシャワーを先に浴びてさっぱりしました。今はしょうちゃんがシャワー浴びてます。めっちゃ歌ってる。まあ、いつもは仕事終わってメール LINE をするんですけど、タイミングが合えば駅で待ち合わせして今日みたいに、で一緒にライフでスーパーで買い物をしたりとかして帰ることが結構多いですね。で、今はこちらです。10時45分前、家に帰ってきてシャワー浴びてきて今です。10時25分前って。今10時45分前。あ、45分前。うん、まあ大体そのりょうちゃんがご飯作ってくれます。いつも向こうでなんかいろいろしてますね。で、前回そのなんだっけ、あの井の頭公園で撮った時に、ちょっと部屋の模様替えでもないけど、あのいつも撮ってる背景が寂しいなっていうことで、なんか僕のためにりょうちゃんが作ってくれたんですけど、ちょっと映そうかな。うん、よいしょ。DIY して DIY。はい、じゃーん。作ってくれました。イエーイ。家に帰ってきたらなんかこういう風になってて、すごいよねこれ。
なんか椅子まで置いてる。そうっていう感じで今ご飯を作ってくれてます。今日は何を作ってますか？もう今日はね、簡単にお鍋にしようと思って。お鍋、豆乳鍋。豆乳鍋、豆乳鍋。すごい、すごくない？ざっくりざっくり切ってだってもうね、鍋は切って茹でるだけだから超簡単。うん、こうやっていつもご飯を大体作ってくれてます。毎日のように。毎日かな毎日ではないけどね、うん、でも結構ね、作ってくれてます。はい、さあご飯の準備ができました。今日はグツグツしてるね。ごま豆乳鍋、美味しそうね。うん、鍋よ、鍋よ。今日はね、鶏肉にしたの。鶏肉、いつもは豚肉。あ、え、あ、なんか豚肉をさ、いつもなんかしゃぶしゃぶすることが多くない？鍋に。そうだね、そうだね。どうした？え、鶏肉が食べたかった気分。本当に？そう。しかもね、安かったの。いいよね。レジでさらに2割引きになったし。いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。食べよ。すげーと。すげーと。旦那様。豆腐めっちゃ美味しそう。豆腐好きだもんね。美味しいよね。豆腐好き。もうキノコがすごく好きなんで、うん、いつもキノコたっぷりにする。そうだよね。水飲みたいの。水飲みたい。ちょっと待って。美味しそう。水ある？あると思う。いただきます。まだ月曜日に届くよ、お水。 OK。 あは、どう？おいしい。美味しい。よかった。あはまあこんな感じが、ね、寒いからさ、うん、やっぱ鍋いいよね、うん、簡単だし、うん、野菜たくさん取れるし、うん、ね、うん、美味しい。なんかさ、動画をね、うん、見返したんだけどさ、うんうん、これ全部ほとんどがさ、うん、タートルネックなの。気づいてた？気づいてた。まあそもそも僕服があんまり持ってないんですけど、うんうんうん、っていうのはあんまりそういうのが疎くて買わないんですけど、うん、まあそのタートルネックにもちょっと理由がありまして。あ、そうなの？理由あったの？言ったじゃん。え、言ったっけ？教えて。あのアップルの創設者のスティーブン・ジョブズ、うん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 、が、あ、聞いた。そう、いつもだいたい黒の、上黒のタートルネック、下ジーパンっていうファッションなんだけど、うん、それをもう何十年も続けてて、でそれの理由もあって、まあそれはちょっといろんなサイトで見てもらいたいんですけど、それとその考えにちょっと共感して、俺もなんかそのまあ楽なんですよね、それがタートルネック選ばなくて済むし、うんうん、着痩せするしっていう感じでやってます。夏はどうすんの？夏は白 T にジーパン、うん、それもなんか外れない感じ。そう、うん、
なりました。棒読み。いつもはね、しょうちゃんが絶対片付けの係だもんね。うん。ご飯食べ終わった後ね。そうだね、大体。今日は撮影係だから。うん。ゆっくりしてまーす、うん。まったりモード。まったりモード。ね。そう、大体この時間はまあテレビ見たりとか、YouTube 見たりとか、携帯いじったり、ね、携帯いじったりとか。ゴロゴロしたりとか、うん、りょうちゃんはゲームとかしてます？あ、そうだねそう、僕一人の世界に入ってるよ。そう、お互い一人の世界入ってるかもしれない、うん、って感じかなね、あんまなん、何もしてないね、うん、うん、まあでもそういう時間がいいよね。うん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 、いるだけで、隣に何何こんな髪型してる今からじゃないや、もうそろ寝るんで歯を磨いてます。なんかカメラが難しいね。うん、もう隠れちゃってるもんねどうしたらいいの。あ、手で持った方が良かったのかな。うん、歯磨き動画。うん、はい、で、こんな感じで今日の一日は終わります。終わります。疲れたね。疲れたねそう、こんな感じでいつも寝てます。そうね。どうでした今日は。うん、うん、いろいろ紹介できたね。うん、なんだよせっかくだからせっかくだから、うん、そう、こんな感じですね。だいたいその、うん、夜一緒にいる時間がちょっと少ないので、まあできるだけやっぱりご飯を一緒に食べたいなとか思ってて、うん、そうだね、うん、外で食べることもあるしね。あるけど結構家で一緒に食べること多いよね、うん、あ、そうだね、外も多いね。うん、ラーメンとか食べたりしてね。うん、でこんな感じで今回は、うん、終わりますけど何かある？いや、でも大体なんかこんな感じだよね。うん、こんな感じ、うん、だね。うん、じゃあとりあえずお休みましょう。すごい、もうめっちゃ髭が伸びてる恥ずかしいおやすみ。おやすみ。じゃあ、バイバーイ。また。